東京学芸大学附属国際中等教育学校は東京都練馬区東大泉五丁目にある国立中等教育学校。設置者は国立大学法人東京学芸大学。東京学芸大学の附属学校。国際バカロレア認定校。通称は英語表記の頭文字トゥギスの中から取り ISS と呼ばれている。 2007年4月1日に、東京学芸大学附属大仙中学校と、東京学芸大学附属高等学校大泉校舎を統合、再編して開校した。1年生4月入学試験は、帰国子女と外部からの受験生が対象となる。なお、新入生のうち一部は隣接する、東京学芸大学附属大泉小学校からの、内部進学生で構成される。 以降、1年生9月期入学から6年生4月期、入学までの全ての学年において、年2回帰国生を対象とした、編入試験が行われる。なお、内部進学生との割合は年々減少しており、内部進学生と用のテストが2013年度、入学生から毎年9月頃に実施されている。中等1年から3年は、前期課程、4年から6年は、 後期課程と区切られている。また、4年生から6年生はそれぞれ単位制を採用しており、80単位以上の習得が卒業条件である。なお、本校は2010年2月付で国際バカロレア資格マイプ校に認定された。また、持続発展教育の総合研究を目的とするユネスコスクールにも加盟している。DP 校にも認定された。 多様で異なる人々と共生、共存でき、進展する内外の国際化の中で活躍する力を持った生徒を育てる学校部活動の設立条件として最低5人の部員がいないと設立することができない。なお、現在は教員の数が足りないことを理由に部活動の新設は認められていない。過去にサッカー部が都大会に出場した。過去に 全国大会に水泳部、関東大会に陸上部、都大会に公式テニス部が出場した。バスケットボール部などの活動も盛んである。なお、公式野球部はかつて派となっていたが、2012年4月に公式野球部へと変更になった。ありがとうございます。